皆様こんばんは、シャトです。今回はファイナルファンタジー14新世エオルジアのストーリーや世界観の解説を行いたいと思います。この動画を作ろうと思った理由は、 FF14 を今プレイしていなくて、でも興味はあるんだよなと考えている方に向けて、じゃあどんなストーリーなのかとか、あとは軽くどんなゲームなのっていうお話をすることで面白そうって思ってもらって、ぜひ冒険を始めていただきたく動画を作りました。FF14 マジで面白いゲームなんですけど、今動画を撮っている現時点では10周年を迎えためちゃくちゃ歴史のあるゲームなので、今更とかストーリー気になるんだけど振り返るのがしんどいよねとかあると思うんですよね。その気持ちはこのゲームをもうずっとプレイしていて、このゲームが大好きで、この世界が大好きで、めちゃくちゃファンな私だからこそ非常にわかるし、まあ大変だよねってもう一周回って共感できてしまいます。でもそんな中でファイナルファンタジー14ってこんなゲームなんだよ、面白いよ、冒険したくなるでしょっていう動画があって、ふんわりとでもその雰囲気を感じ取ってもらえて、少しでも始めてみようかなって気持ちをくすぐることができれば、まあいいんじゃないかなって思ったんですよね。まあ、ですので、まずはファイナルファンタジー14ってめちゃくちゃ面白そうじゃんって思ってもらえることと、そしてゲーム性のお話ではなくて、中でもストーリーや世界観が特に魅力的かもって思ってもらえることを一番に今回は考えております。とはいえですね、今回の動画の構成は FF14 のあらすじの世界観を重点的に紹介、解説をしていきたいと思いますので、まあ、ストーリーについても触れてはいくんですが、まあ、ネタバレとなってしまうことを意識して革新的なことは話さないようにするつもりですので、ご了承いただけると嬉しいです。それでは前置きはここまでにして本題に移りたいと思います。よろしくお願いします。では早速 FF14 のあらすじを紹介します。こちらは FF14 公式設定資料本エンサイクロペディアエオルジアの一部に物語のプロローグとなるものが記載されておりますので、まずはそちらを読みたいと思います。神々に愛されし地エオルジア、世界最大の大陸三大州の最端アルデナード小大陸と周辺の島々は歴史的にエオルジアと呼ばれる文化圏を形成してきた。北には風雪吹きすさぶ鉱山地帯、南には荒涼たる砂漠地帯。その環境はあまりにも厳しいが、大地に流れる濃いエーテルと豊かなクリスタル鉱脈は人々や魔物を引きつけてやまない。この厳しくも生命あふれる地で、人々は繁栄の時代西暦と衰亡の時代霊災を繰り返し、歴史という名の足跡を刻んできた。そして今世界は7度目の衰亡の時代、すなわち第7霊災を迎えた。東方からのガレマール帝国の侵攻、土着の蛮族によるこの世ならざる者蛮神の召喚、迫り来る脅威からエオルジアを救う者は現れるのだろうか。はい、まずはこのような世界観で物語はプロローグを迎えます。地理的なお話をしますと、世界地図としてはこんな感じで、出発地点となる国がある大陸がアルデナード小大陸と呼ばれるこの大陸です。で、このアルデナード小大陸のことをエオルゼアと呼ぶこともあります。イメージとしては大陸の名前としてはアルデナードなんですけど、そこに属する様々な国家や部族が暮らす文化圏のことをエオルゼアと言ったりします。どちらかといえばこのエオルゼアという呼称の方がメジャーとなっていますね。ファイナルファンタジー14の最初のメジャーパッチタイトルもファイナルファンタジー14新世エオルゼアとなっています。エオルゼアって世界の名前だったり惑星の名前ではなくって、あくまでもアルデナード小大陸に属する文化圏のことを言っているわけですね。つまり FF14 は現時点までは大きく分けて新世エオルゼア、蒼天のイシュガルト、グレンのリベレーター、漆黒のヴィランズ、行月のフィナーレの5部作あるんですけど、その壮大な物語の出発点となる第1部作新世エオルゼアのストーリーはこのアルデナード小大陸のエオルゼアと呼ばれる地域で話が進みます。そしてホイですが、この惑星には当然他の大陸や文化圏もたくさんありまして、例えば東方地域と呼ばれるオリエンタルな雰囲気の文化圏が属するオッサード大陸だったり、北方の領土を文化圏とするイルサバード大陸などが他にも挙げられます。これらの大陸や文化圏が織りなす世界全体のことを惑星ハイデリンと新世エオルジア時点ではそう呼称しております。はい、では話を戻します。そんなエオルジアはとある理由から神々に愛されし地と呼ばれています。やっぱり
ファンタジーが資本であるこの世界ですから、いわゆる魔法的な概念がこの世界にはあって、その力の源となるエーテルという資源がこの世界にはあるんですけど、このエーテルが人をはじめ、魔物とか神様と呼ばれる存在にそれはもう大人気で、世界全体がこのエーテルという資源に依存をしています。エーテルは現代でいうところのガスとか電気とか水とかの本当に様々な資源に姿を変える生活の基盤となる資源となっていて、エオルゼアはそんな生活必須的なインフラに非常に富んでいるんですけど、実は文明的にはそれほど発展はしていなくて、地方によれば原始的な生活を送っている部族や文化がほとんどです。惑星が誕生してからの歴史が浅いからというわけではなく、歴史自体は1万年以上もあり、その間に高度文明を築くことは、まあ、魔法なんて中途がある世界ですから、天才とか一部の優秀な王様が生まれたらめちゃくちゃ簡単に済んでしまう世界観ではあるんですけど、しかしなぜ、未だにわざわざ焚き火を囲んで暖を取ったり、交通の手段として一般的なものが馬車であることに甘んじているのかというと、これまでこの世界では、過去に何度も文明が高度成長して、まさに絶頂期と呼べるそのタイミングで、何者かの陰謀により滅亡の一途を辿ってしまっているからなんですよね。こんな文明だったり、こんな文明だったり、こんな文明が、ほんと一晩のうちに崩壊をしてしまい、その度に文化レベルが石器時代レベルにまで落とされてしまうという、もう、なんやねんみたいな不毛な歴史がこの世界ではこれまで過去7回も起こっています。で、新世エオルゼアでのストーリーは、ちょうどそんな7度目の文明崩壊を迎えてから5年目の世界が舞台となっているので、まあ、さすがに5年程度ではそんな急激に文明が発展するわけもなく、だから人々は、まあ言ってしまえば牧歌的な暮らしに甘んじているわけです。この文明崩壊したタイミングをエオルゼアでは一つの歴史として捉えていて、その名を霊災と呼んでいます。ちなみに霊災によって崩壊した文明を再生していく時代のことを西暦と呼び、新世エオルゼアの世界では7度目の霊災から復興している時代となりますので、第7西暦の時代となります。新世エオルゼアの物語ではこの第7霊災という出来事が非常に重要な事件として語られています。パッチトレーラーには実はその第7霊災で起こった凄惨な光景が一部明かされているので、せっかくですのでその光景を見てみたいと思います。でもなんかどうすんのこれみたいな絶望的な光景が広がっていましたね。この後どう展開するのか、もし気になっていただけましたら、ぜひファイナルファンタジー14フリートライアルをダウンロードしてプレイしてみてください。はい、では再びあらすじの内容に戻ります。次にエオルゼアの敵国となるガレマール帝国についてです。ガレマール帝国とは北方の地域に領土を構える都市国家で、この魔法が存在する世界でありながら、基本的には国民は生まれつき魔法が使えず、代わりに石油に似た資源である精錬水と呼ばれる青いエネルギーを活用した機械文明的な発展を遂げています。エオルゼアでは原始的な文明が広く普及しているんですけど、帝国の文明力はもう本当に凄まじくて、飛行機とか列車とか車とか近代的な科学による高度成長を遂げています。保有する軍隊もめちゃくちゃ強力で、魔法が使えないながらもこうした兵器を投用して魔法なんていうチートに対抗をしています。ファンタジーや神秘ばかりが立ちはだかる世界観ではなく、こうした近代的な世界観が共存している魅力もファイナルファンタジーならではの世界観ではありますね。次にこの世界の神と呼ばれる存在についての解説をします。
ここでは土着の蛮族によるこの世ならざる者蛮神という紹介がされておりますが、エオルゼアにはこの蛮族とその神である蛮神が何種類も存在しています。蛮族というのは獣人とも呼ばれる種族たちのことで、公式設定では蛮神を呼び下ろした者が蛮族ということになっています。最初は獣人と呼んでいたんですけど、後々に彼らが彼らの神である蛮神を呼び下ろしたことによって、いつしかそう呼ぶことになっていきました。蛮神はイメージとしてはもうまさに神って感じの存在で、他のファイナルファンタジーナンバリングタイトルを遊んだことがある方ならもう何度も耳にしたことがあるであろう、イフリートやタイタン、バハムートなどのいわゆる召喚獣たちをファイナルファンタジー14では蛮神と呼ぶことになっています。まあ神ですからめちゃくちゃ強大な存在で、しかも蛮神はなんか特殊なエーテル波を放出できて、そのエーテル放射を浴びてしまうと耐性がないものはその神を強制的に信仰させられてしまいます。が、信仰って言ったら生ぬるいか、意識を乗っ取られるとか、これまでの人格や信念を無視した尊厳崩壊的なものが行われて、狂信的な信者になり果ててしまいます。こうなってしまった者のことを世界観ではテンパードと呼び、もう元の状態には戻せないし、あとは敵対するだけなので、うちうちで処理が行われていたりとか、テンパードになった蛮族の支配下に置かれ奴隷同然の扱いを受けるとか、結構悲惨な末路をたどることになります。この蛮族蛮神問題はエオルゼアに生きる人々にとってはめちゃくちゃ重要な問題なんですけど、一部の本当に限られた体制を持つ者でしか対抗できない、もうなんかどうしようもないお手上げ状態となっています。できることといえば、蛮神はエーテルを源として神おろしと呼ばれる召喚術によって召喚されるので、そのエーテルの入手ルートを妨害したりとか、末端の蛮族を討伐したり拠点を襲撃したりとかの抵抗くらいしかできません。組織の中枢に迫ると蛮神によるエーテル放射を浴びてしまう危険性が高くなってしまうので、革新的な問題解決にはこれまで至りませんでした。でもなんと、その体制を持って生まれた人物が突如エオルゼアに現れます。それが主人公であるプレイヤーでありまして、で、なぜ彼はそんな体制を持っているのかというと、人々からは蛮神という呼ばれ方がされていない唯一の神で、この惑星の守護者とも呼ばれるハイデリンの加護を得ているからで、その光の加護と呼ばれる加護は他の蛮神のエーテル放射を防ぐことができる性能を持ちます。なので聞かないんですよね、今何かしたみたいな、そんな反応を結構しててちょっとおもろいです。ですので、そんなプレイヤーをエオルゼアの各国は貴重な人材だと囲み、なし崩し的に蛮族蛮神問題をまあ投げつつ、主人公はそれに応えつつ物語が進んでいきます。新世エオルゼアの範囲ではストーリーとしては7体の蛮神と戦い、サブストーリーとかを含めるともう3体ほどの蛮神と出会うこととなります。この蛮神との戦いは討滅戦と呼ばれて、ファイナルファンタジー14のコンテンツの中でもメジャーな熱量を持ったコンテンツとなっており、ものすごい大きな人気を博しております。また討滅戦をクリアすると、その蛮神をモチーフとした武器や共に世界をかけることができるマウントという乗り物を報酬としてもらうことができ、やり込み要素であったりとか夢中になれるポイントの一つとなっています。話の趣旨はずれますが、ファイナルファンタジー14は FF のテーマパークを意識して作られており、過去のナンバリングタイトルに登場した召喚獣や魅力あふれる敵キャラが盛りだくさんで登場する夢のような世界観が基盤となっていて、そんな彼らを身近に感じることができるコンテンツの一つとして、討滅戦であったり様々な報酬システムが備わっています。ファイナルファンタジーが好きな人はもちろん、ファイナルファンタジーを知らない人でもファンタジーな世界観を体感できる魅力がそこにはあり、その要素の一つとして蛮神との戦いや他様々なクエストが物語を進めるにつれて現れます。ですので物語を楽しむのではなく、そういう討滅戦やクエストをプレイしたいためだけに物語をこなすというスタンスでも全然楽しめちゃうのがファイナルファンタジー14の素晴らしいところですね。物語はあんまり知らないし、まあ疲れるので追ってはいないけど、コンテンツは楽しいよねっていうプレイヤーもたくさんいます。とはいえファイナルファンタジー14、ストーリーがものすごく熱いゲームでして、
ストーリーに興味がなくてもその熱を体感してもらいたいと思ってしまうのが、ストーリーの面白さの熱に浮かされた人間のほぼ全員が思っていることだと思います。まあでも今回紹介したことは FF14 全体で言うと本当に浅瀬のパチャパチャとした知識なので、あとはこの壮大な世界に実際に降り立ってみて特別なイマジネーションを体感してみてください。それでは今回のお話、ファイナルファンタジー14新世エオルゼアのあらすじ紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今後の展開としては新世エオルゼアでの登場人物の紹介とか、万神万族のもう少し詳しい紹介とか、さらに足を踏み込んだ世界観の紹介とかを順々に動画化していくつもりです。このお話だけでファイナルファンタジー14やってみようかな、途中まで無料だしってなっていただける方がどれだけいてくれるかはわかりませんが、この動画の流れを追っていただいているうちにファイナルファンタジー14の世界に引きずり込みたいと考えておりますので、どうか今後も弊チャンネルをよろしくお願いします。今回あらすじをお話しした第一部作である新世エオルゼアは当然無料でプレイできますし、オンラインゲームとはいえクリアまでほぼ人と関わることなく進むこともできますので、ぜひ気軽に冒険の世界に足を踏み入れてみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。